松田一家のドアはいつも開けっぱなし。さあ始まりました、松田一家のドアはいつも開けっぱなし。本日のラジオパーソナリティを務めさせていただきます、チームうたけです。はい、この番組は松田一家に集まる若手アーティストが週替わりでお送りするラジオ番組だ。俺たちの他にも4組の個性あふれるみんなで毎週金曜日にお送りしているので聞き逃さないようにな。はい、そんなわけで今回の松田一家のドアはいつも開けっぱなしなんですが、おなんと今回で、おや、なんとですよ、お今年最後の放送になります。なんてこったー。はーい、てなわけでしてね、今回で今年最後ということでしてね、なるほどね、懐かしの彼をお呼びしちゃいました。お懐かしの彼とは、いやー、一体誰なんだ。はい、それではご紹介しましょう。はい、五大名王のおドルルルルッタカタン、たけるくんでーす。やばー、こんにちは。なんかドドドンって言ってばいいにはそうでもない感じの登場です、ね、めちゃめちゃ盛り上げて、うん、あれめちゃめちゃ盛り上げて、懐かしい言うても本当 2,3 ヶ月ぶりなんだけど、いやいや、もう全然いなかったからね、寂しかったね。本当に本当に、まあね、本当に、せっかく今年最後なんでね、うん、はい、うん、4じゃ4、先輩みたいなのやめてもらって、ちょっとウェルカム感出してもらっていいですか。この3人が揃ったということはですよ、ということは、はい、我々ですね、はい、チームタケゼー、シャキーン、決まったぜ。ありがとうございます。はい、そんなわけでね、タケルくん、いらっしゃいませー。ありがとうございます。本当、今年最後の放送にね、お招きいただきまして本当ありがとうございます。いやいやいや、うん、今年最後の放送ということで、はい、まあせっかくなんでね、はい、今年の反省会でもしてみようと思います。なるほど、あ、いいですね、反省会、うん、激動の1年でした。そうですね、そうですね、うん、どうでしたかね、今年は。うん、どういう時代でしたかね。山田さん、本当撮影とかの本数が増えましたね。うん、ああ、そうね、確かにね、うん。確かにいっぱい撮影行ったな。お仕事ですね、させてもらって。ほら、たけるくん、最近何やったっけ、うん、大きい、ほら。舞台やらせていただきました。ね、そう、ユニバラウサギ団さんの、はい、ザ・グリムリッパーという、はい、本公演。いや、よかったよね。ありがとうございます。ステージさせていただきました。本当に貴重な経験を。はい、僕もほら、1月に舞台を。ああ、そうだったね。やりましたよ。そう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 。ゲストでね。亀戸エキューラ旅館、そう、はい、あー、やりましたね、でっかいね、亀戸のでっかいホールでこうやりましたね、うん、亀戸歌ったもんね、やりましたね、亀戸、うん、も歌いましたね、うん、いや、もう歌いましたね、いいなー、かなめ様、どんな舞台で行ったんでしたっけ、うん、ね、どんな大きい、そうそう、うん、私もね、でかいの出てたんですよ、ね、ね、そうそう、武道館、武道館、武道館で舞台やったの、すげえな、っていう、どんなでっかいやつや。まあ私はですね、基本的に撮影で映画やドラマや CM、うんうんうん、出てましたね、仕事が結構多かったですね、うんうん、テレビによく見てましたよ、うん、ね、カナメ様を見ない日はないんじゃないかなそんなにそんなに基本的に全部そんなにあげますか。そんなにあげられるとちょっと困るんですけど、まあでも本数本当増えたね、ありがたいことでございますもんね、うん、はい、いや、まあそんな一年でしたけれども、うん、はい、しかも亀井田の CD 出してね、そうだね、そうだね、まあ亀井田の CD 出させて、うん、まあレコ初ライブもやらせていただいて、ね、いや、もう本当に素晴らしい一年だったのかなと思います、そう思いますよ、はい、ということで、今回の反省会、まあ来年のね、うん、来年も頑張ってさら、ね、に飛躍していきましょう、飛躍していこうということで、うん、じゃあ最初のコーナーいきますか、いきましょう、いきましょう、はい、ということで、じゃあ片目様、最初のコーナーよろしくお願いします。はい、そんなわけで最初のコーナー、松田一家の亀戸おすすめスポットのコーナー、出ました出ました、これですね、はい、このコーナーはですね、我々の主な活動拠点である亀戸のことをもっとよく知ってもらいたいと思い、我々独自の情報網を発表しましょうというコーナーです。なるほど、はい、今回も前回同様、うん、場所編ということで、場所ですね、前回から引き続きいろいろとおすすめしたい場所がまだまだたくさんね、はい、ありますんでね、はい、早速発表していきましょう。ありがとうございます、はい、お願いします。ということで、はい、今回、我々がおすすめさせていただきたい、うん、場所、はい、場所、うん、さあ、誰か発表してくんだ誰か発表してくんだ、ゲストだからね、どっちか2人、うん、そうだよね、行った方がいいんじゃないかなと思います ね、誰だ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 俺だ
それが言いたかっただけだ。ということで、今回、我々が、おすすめさせていただきたいスポットとは、どこでしょう、はい、カメリアプラザでございます。おー、はい、こちらはですね、うん、あの亀戸に、うん、お越しの方は、うん、いやむしろもう住む方はね、住む方、あの大変お世話になる場所でございまして、うん、そうだね、あのほらあの僕、うん、ほら1年、うん、最初のほら1月に舞台やったところが、うんうん、カメリアプラザにある、あ、まあ、ほらそれも込みでね、カメリアホール、うん、あのおすすめスポットっていうのもねありかなっていう感じですね。そあそこで舞台やってほら1階にもね来させてまいりましたね。そう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 。ね。まあ、亀戸に来たら、うん、まあ、ここで、いろいろとね、うん、続きして、舞台も見てね。そう。あの、亀戸に来たらっていうか、亀戸に住むなら。住むなら。まあ、そんぐらいでも住んじゃいなよってぐらい、おすすめのね、おすすめのね、ここの亀戸のことは、ね。亀戸ね。まあね、あの、表にはね、あの、羽亀公園もありましてね。そう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 。そうそうそう。あそこでね、あの、何でしたっけ。亀田賞ですね。やらせていただいて、はい、なんとそこの楽屋ですね。そうだ、お世話になりましたね。そうそうそう。使わせていただきました、ね、あんな広い部屋をね、うん、お借りしてね、ありがたいことです。いや、ありがたいことですね。うんうん、ね、有名人、結構有名な方が。そう、結構有名な方がね。コンサートやったりですとか、うん、ライブやったりやったりとかね、うんうん。うん、いや、これやってるね。まあ、そういう感じですよ。うん、まあ、ぜひ我々も今後ね、まあまあ、ね、あそこへできるように。そうです ね、はい。我々だけでやるとかね。そう、そういうことですよ。ね、できたらいいね。あの、でっかいホールでね。はい、ということで、ね、あの機会があれば皆さんもね、うん、やっていきましょう、立ち寄ってみてはいかがでしょうか、うん、はい、ということで、亀戸おすすめスポットのコーナーでした、はい、さあどんどん参りましょう、はい、続いてはこのコーナー、チームうたげプレゼンツ第2弾、白金式あなたも噛めずに言えるかな、偏見自在滑舌王選手権、よー、出ました、シンコラまあ、落ち着こう、落ち着こう、落ち着こう。うん、ね。オッケー。このコーナーは、現代若者の人見知りで、どもりがちで、口下手で、滑舌が悪くて、話すこと自体に劣等感を抱き、何も喋れないコミュ障人間たちのために、救いの手を差し伸べてあげようという、とっても素敵なコーナーでございます。ああ、なるほど。まあ、この口の悪いところは、相変わらずなわけですね。いや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 。以前に比べたら、だいぶ丸くなりましたよ。確かに。あの前回舞台やろうとかね。だいぶ丸くなりましたよ。それは忘れや。本当に。はい、ルール説明します。ルール説明しますよ。うん、ルールは、タイムアタック滑舌勝負です。タイムアタック、タイムアタックでございますよ、うん、どちらがよりスムーズに滑舌よく言えるかを競い合おうという単純明快なルールでございます。なるほど、はい、勝敗はですね、タイムアタックの結果を踏まえた我が一家の主、うん、ラスボス松田先生に勝敗を決めていただきたいと思います。ラスボスってことは、いや、松田さんも参加してくれる。ああ、そっか。そうだ、最後の放送、今年最後だね。参加させて、やい、いや、怖いぞ、これは。さあ、進めていこう、どんどんね。あら、こっちで進めていこう、こっちで。それではやっていきましょう。はい、レッツ、滑舌、滑舌ですね。そうですよ、滑舌です。じゃあ、今回のお題を、じゃあ、はい、カノメ様、じゃあ、お題をよろしくお願いいたします。はい、まあ、とりあえず今回ね、初見の人もいるってことなんで、ね、まあ、最初はね、優しい問題を。うん、ありがとうございます。うん、これちょっと短すぎてタイムアタックにもならないんじゃないかっていう、ね。あ、そうですか。うん。とりあえず、そうですね、お題です、ね。来ましょう、お願いします。はい、行きます。ゆっくり行きますよ。すもも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 のうち。はい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 。終わり？終わり。もう、うん、優しいです。だよ、ね、ぐらい、ね。今までやったのに比べたらね、うん、だいぶ優しいでしょ。ぐらい。もう、こんぐらい、もう朝飯食うぐらい方だよ。あれね、朝飯食うぐらいってどういうこと？言葉も変だよ。ちょっと噛んだよ、今。なんか大丈夫。なんかうまい、なんか、あれがなかった。企画始まる前にそんな感じで大丈夫。いけるって。いけるね。じゃあ、私から、じゃあ、はい、白金から、うん、いきますよ。じゃあ、かなめ様、合図をよろしくお願いします。はい、それでは、レッツ滑舌、すもももももものうち、え、何え、危うくない、いや、いけてた、いけてた、いけてた、わかんない、これ多分ね、たけるくんに対して優しさを見せた、あ、なるほど、ちょっとね、こういう失敗も大丈夫なんだよって、大丈夫だよっていうね、軽い気持ちでやれるって、そりゃそうだよ、いや、さすが、そりゃそうだよ、心遣いのできる男だね、もうね、心遣いができる男だから、焦ってね、大丈夫大丈夫、本当大丈夫、たけるくんの立たせてあげたんだよ、うん、そうだよね、そう、俺頑張るから、バッチリやってくれるから、はい、それじゃあたけるくん行くよ、お願いします、レッツ滑舌、すもも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 のうち、
どう いいじゃん。いけたよね。いけたよ。全然いいじゃん。いけたよね。言えたんだけどさ、うん、なんか、イントネーションおかしくない？そうそう。なんか、桃の内。いや、イントネーションじゃないの。うん、早口じゃん。幕の内みたいなさ。いいね。言えることだよ、スピード勝負だから。大事だよね、ここね。スピード勝負だから。うん、そうだよね。はい、そう、大丈夫だよね。大丈夫だよ。ちょっとなんか不安になってくる。大丈夫だって。じゃあ、要様、じゃあ、はい、最後、バシッと。そうですね、バシッと。じゃあ、たけるくん、合図、じゃあ。了解です。はい、いきますよ、要様。いきます。はい。レッツ、滑舌すもももももも、もものうち。いいじゃん。おー、完璧じゃん。完璧や。これだよ、これ。これだね。はい。もう一歩いっとく？そうですね。あの、時間的にもう一歩いけますか？もう一歩いけるか？もう一歩あるんだ。じゃあ、もう一歩、じゃあ、かなめさんは、じゃあ、もう一歩。これね、一気にレベル上がりますんでね。言うても、言うても、スマモクなんですね。そんな大差があんねん。はい、じゃあ、いきます。はい。うん。低所得者層の、低所得者の、腹腔鏡手術中、摘出手術なども行った模様です。はいはいはい。おーおーおー。一瞬今重ねていったけど、手術みたいな。いや。言えてないよ。いけるいけるって。大丈夫。じゃあ行こう。ガンガン行こうじゃん。ね。低所得者賞ね。はい、大丈夫。いける。よしら頑張ろう。それじゃあ、じゃあ、かなめ様、じゃあ、合図を。はい。それでは、レッツ、滑舌。低所得者層の腹腔鏡手術中、摘出手術なども行った模様です。えじゃあ練習したいでしょ、これ。いや。もともと踊りしてたでしょ。やるね。これが白金や。やるね。嘘でしょ。本番に強いよ、と。うわ、マジで。じゃあ、タケル君行こうか、じゃあ。いきますよ、じゃあ。レッツ、滑舌。低所得者層の腹腔鏡手術中、摘出手術なども行った模様です。いや、悪くない。勢いは悪くない。なんかすごい頑張り感が伝わった。頑張り感が伝わった。じゃあ、要様、いきますよ。じゃあ、くたけるくん。了解です。いきますよ、皆さん。レッツ、滑舌。低所得者層の腹腔鏡手術中、摘出手術なども行った模様です。うわー、やるな。やるな。松田さんがちょっとニヤニヤ。肩すくめながら笑う感じがちょっとあったので。いや。反省会な感じですね。いや、わかんない。じゃあ、今まで結構ね、長すぎるとか、ちょっとこれ難しすぎんじゃないって言われ続けた結果、まあ割とまとまったんじゃないかなと思うんですけど。まあ、かなりレベルが跳ね上がったけどね。めちゃめちゃ難しかったね。ということで、最初とね、で、さっきやったものを含めて、本日の勝敗を、じゃあ、ラスボスの松田先生に決めていただきたいと思いまーす。ということで、今回の滑舌音は、誰でしょうか？ドルーレーうわー！うわー！うわー！でも、うわー！確かに腹腔鏡の手術のこっちの方ね、スラッと言ってますね。逆にスモモがちょっとね。スモモはわざと。さすが、できるわ。それはもうね、タケル君立てるために俺は来てるようなもんだからね。じゃあもう一回行ってく？何やんのスモモもう一回行ってく。じゃあ本気のスモモやってる。本気のスモモ行ってみる。これあれだよ、おまけだからね。おまけだぜ。おまけだぜ。じゃあ、シロ行くよ。レッツ、滑舌。すもも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 ちありがとうありがとうありがとうさあ、今回のチャンピオンは、シロということでございますね。ありがとうございますありがとうございますどうでしたかこの企画。いや、これ面白いね。面白いでしょ。いや、これね、いい訓練になるんですよ。そうこれはね、来年もやっていったら、多分、6月ぐらいには、ペラペラになってるから。何がペラペラ？もうね、MC とかもね、スラッスラスラッスラ。日本語ペラペラなの当たり前だけど。頼みます。もうね、スラスラ言えるから。スラスラ。紙知らずだからもう。なるほど。はい。それ目指していきましょう。はい。ということで、ラジオを聞いてくださっているリスナーの方々、皆さんも一緒に滑舌練習をして、コミュ障を克服してみませんか？レッツ、滑舌！これね、来年もやっていきますからね。はい。今回もやった企画の感想や、我々に挑戦してもらいたい早口言葉など、皆様からのメールをどしどしお待ちしております。はい。宛先はこちら。matuda-ikka@matosuta.com 松田一家@atosta.com もちろん我々チーム宴 Z への質問や応援メッセージなどなど大歓迎でございます。たくさんのお便りをお待ちしております。お待ちしております。はい。そして我々チーム宴は細々とアメブロというやつをやっております。はい。その名も変幻自在ユニットチーム宴のパーリナーちょっとおかしかったよ。ありがとうございます。気になった方はこちら。
s.amebro.jp/parasaitoteamutage s.amebro.jp/parasitechaamutage まで。はい、他にも各メンバーのツイッターなどの SNS もやっていますので、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、それでは今回のラジオはここまで。はい、お相手はチーム宴 Z の要白金、そして5代目の武尊がお送りしました。それではまた、バイバーイ。良いお年を。